ハーシェルベルナルディハーシェルベルナルディはアメリカ合衆国の俳優。映画、舞台、テレビに出演している。ニューヨーク市に生まれる。父はベレルベルナルディ、母はヘレンベルナルディ。本人が口が聞けるようになるより以前から演劇一家である家族と共に2番街にあるイディッシュシアターの舞台に出演するようになった。1930年代には エドガー・チー・ウルマー監督のイディッシュ映画に出演した。その後、他の俳優たちと共に、イディッシュ語を話す役から米語を話す役に徐々に切り替えていった。ジャック・ベルナルディは弟。ベルナルディはブロードウェイでの屋根の上のバイオリン弾き、その男ゾルバ、バジャールなどでの主演で知られている。しかし、同時に数々のテレビ番組にも出演しており、その中には公安指令や、 第11番目の時間、集警察官などがある。1958年から1961年にかけて、ベルナルディは、ブレイク・エドワードの人気のテレビシリーズ、ピーターガンで、クレイグ・スティーブンズと共演している。ジャコビー・中尉の役を演じて、生涯でたった一度きりのエミー賞の推薦を受けた。百六十三年には、ジェームズ・フランシスカス主演の NBC の教育ドラマ、 ノバック氏の、私はここに住んでさえいないの会に、オーティス氏という自分の生徒たちをほとんどいつも無視する、教師の役で出演している。1970年には、CBS の連続ホームコメディ、アーニーで2年間主役を務めている。鉄鋼会社の商品積み下ろし場所から重役になる、ために抜擢された人物の役だった。また、フィルメーションのアニメ、ジャーニー、バックツーオズでは、 頭の回転の鈍いゆすり木馬の声役で出演している。さらに、臆病なライオンの歌声も担当している。ベルナルディはいくつも有名な映画に出演している。あなただけ今晩は、マンハッタン物語、ノーデポジト、ノーリターン、そして1976年のウディアレンのザフロンと、すなわち映画、テレビマスコミの関係者のうち共産主義者として、 ブラックリストに掲載された人たちについて描いた映画に出演している。ベルナルディは実際に1950年代にはブラックリストに掲載されてその犠牲となっており、この映画には同様な被害を受けた俳優や脚本家、映画監督らが出演しているのである。また、ベルナルディは1969年の映画ザゴールデンエイジ・オブ・セカンド・アベニューでナレーションと司会を務めているが、 この映画は1920年代の初頭から中頃にかけてニューヨークのローアーイーストサイドにおけるイディッシュシアタームーブメントについてのドキュメンタリーだった。ベルナルディは著名な声優であり、何百もの映画やコマーシャルやアニメのナレーションを務めた。スターキストのマグロ缶のマスコットであるチャーリーザツナの声、またジョリーグリーンジャイアントの声を初めて担当したのもベルナルディである。 トッチーポップのコマーシャルでトッチーポップの中心に到達するのに何回舐め、舐めしなければならないのかなそれは多分誰にもわからないだろうね、とナレーションを入れているのもベルナルディである。ベルナルディは若干ヒットしたレコードを2枚出している。1967年のもし僕が金持ちだったとしたらというテビエとしての成功を解雇するものと1971年の 壁に書かれた鉛筆の後である。ベルナルディは1986年5月9日、カリフォルニア州ロサンゼルスで就寝中に急性の心臓麻痺で死亡した。62歳だった。妻テリーとその息子マイケルが残された。さらに前妻との間には3人の子供たち、アダム、ベリル、ロビンがおり、また兄弟には俳優のジャックが、そしてサムがいた。 彼はカリフォルニア州ロサンゼルスにある市内産記念墓地に埋葬された。ありがとうございます。